はいどうもこんにちは、古着監督の福場からやっとです。今回はなんと初コラボ動画です。はい、ショコラファッションチャンネルのショコラさんです。ショコラと申します。いやもうまさかのコラボ以来でびっくりしたんですけど、こんなしね、解説したての、チャンネルご快諾いただいて、いやマジでめちゃくちゃびっくりしました。こんなに早くコラボ以来来るんだと。はいはいはい、前半の動画で、はい、あのショコラさんのチャンネルの方で、はい、思い出の古着なんかをちょっと見せ合ったりとかして、ね、今日はこっちその続きということで、はい、珠玉の古着、はい、バトルをしようかなと。いいですね、いいですね、3本勝負。はい、じゃあ早速その企画もやっちゃいますか。はい、いきますか。先行後攻どうしますか。ああどうしようかな。じゃあさっき俺のチャンネルの方で先行だったので、はいはい、こっちはじゃあ俺が先行でいきますか。はい、OK です。先行。そうですね。ショコラさん。はい。じゃあこちらのブラウンズピーチデータベスト。出たよ。これをこのスウェットにこう着て、うわあ、もうこの組み合わせやられたらもう、このこれやっちゃったらもう、そうなんですよ。もうあんバターみたいなね、もうあんこにバターにパンみたいなね、このこれ山雅治とキムタクがコラボするみたいなもんで、俺このすごいな、この素材、要はゴマ塩と言われる、はいはいはい、このザラッとしたこのネップ感、要はこの立体感のあるネップ感がある生地、はい、そしてこの焼けこれヴィンテージじゃないんですよ。これヴィンテージじゃないんですけど、もう新品で屈刻で買ったのにもう焼けて結構来てるんで、結構ね当たりが出てきてるんですよ。昔はねこれもアメリカ買い付けに行った時は倉庫にバーンってもうなんか天井つくぐらい、はいはいはい、なんかもうこれ3000とかでいいから持って帰ってくんねえかなみたいなことを言われた時代があったらしいですね。いやでもこれなんかサイズも正直サイズむずいじゃないですか。まあ確かに結構よ、はいはいはい、かっ腹のいい人用みたいな感じがあるんで、はいはいはい、これあの復刻だからこそこの綺麗なシルエットですけど、古着ってやっぱ丈がすごい短くて、はい、やっぱ横が結構長いみたいな、触りたくなっちゃう、触りたくなっちゃうっていうところがあるんで、そのやっぱ人気がなかったらしいですよね。だからみんな積まれてて、みんな別にいいよって感じだったけど、やっぱどっかから誰かが火をつけたんでしょうね。そっからもう一着、今だともう3万後半から物が良ければ5万、うん、いやもう持ってね、後半ぐらいみたいな、はい、ジャケットになるともう10万からみたいな、うん、これはどこのブランドが復刻したんですか。これはフルカウントですね。実で使っていいやつが、うん、あそうなんだ、フルカウントともう一個あって、それ以外は、ブラウンズビーチ風みたいな感じで、あそういうことなんだ、名前は確か使えないですね。だからごま塩ベストみたいな商品にしてるけどっていうことらしいですね。一発目からすごい直球投げてくるじゃないですか、はい、ちょっとものすごい強いやつを王道が好きなんですよ、はいはい、ということはそうですね。いや逆に、はい、僕はちょっと、はい、あじゃあちょっと待って、はい、あ選手交代ですか。ちょっと待ってこのカードに対してはちょっと違うこれやっぱ王様には、はいはいはい、王様であなるほど、相性いいやつ、はい、ベストと相性、はい、まあ、はい、もう この時点でお分かりだと思うんですけど、そうですね、そうですね、はい、誰もが大好き、はい、リバースウィーブです、はい、モクグレー、はいなんですけど、はい、裏ですよねこれね。そうなぜ背中から見せたかというと、はいということですね、はいはい、ちょっとですねお気づきのところありますか。エラー位置的にもこっちですもんね。そうなんですよ。だしどう見ても裏ですもんね。はい、なるほど。新品リバースウィーブ、あーこれまあすげえのぶつけてきましたねリバースウィーブもちろんいっぱい持ってて好きですけど、はいはい、これがちょっと自分の中では特に確かにこっち確かに裏側で着るリバースウィーブってちょっと面白いなと思って、はいはい、むしろこれもともと実はリバースウィーブを裏側で着たいなって思ってたんですよ、はいはい、結構古着を着る上で自分の割とこだわりっていうか、はい、いかに人と被らないか、うん、なるほど。でもリバースウィーブってみんな着てるじゃないですか。確かに裏返しで着たらちょっと面白いなとはずっと思ってて、なるほど、いつかやろうと思ってた時にこれを見つけて、もともと裏側じゃんと思って、そうですね、もう俺だよってことですよねお前が刺したの俺だよってことですよね。そうそう、もう完全に、まあ、ちょっとある意味自分の古着のこう、はい、好きなジャンルっていうか、はいはい、変なやつ好きですしかもなんなら今の、はい
今の時代にこれをこう着てたらどこかのブランドがやってる、はいはいはい、そういうのでコラボしてやったのかもって思いそうですよね、うん、若い方とかこういうエラーとか知らなくて、うん、あ、なるほどねみたいな、おしゃれでこういうの作ってるところがあるのかもって思いそうですもんね。意外とリバースウィーブのこの裏側ってちょっと独特じゃないですか、はいはい、この裏側の生地。あんまこうまじまじと見たことないね、うん、毛足の短いボアじゃないけど、はいはいはい、なんかそうも見えなくもないっていうか、ちゃんとここね素材が違うから切り返しがなんかあってね、そうそうそう、これエラー結構やっぱ高いイメージありますね。あ、本当ですか、はい、もうこれ1万円ぐらい買いましたよ。マジっすか、1万円以下だったことにしよう。なんか変な商品としてちゃんと評価されずになんか古着屋さんに眠ってたんで、はいはい、なんか時代とお店による感じしますね、はい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 、なんかちゃんとなんか価値の希少さを知って、はい、あえて高くするところもありそうだし、はい、もうエラー出しっていう感じで出す時もあるだろうし、はい、そういうの見つけるの好きなんですよ。すごいですね、なんか、ねうん、一緒に回って見つけてほしいです、一緒に福場からよった2本目いきますか。2本目の、じゃあ、はい、俺からおお、はい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 、 L2B ですね。L2B のこの裏地のこのなんかパープルとも言えないけど、はい、この色いいですね、ベージュとも言えない、はい、この感じがたまらんすよね。 L2B に最初にかっこいいなと思ったのってあのジャンティークのピーさんいるじゃないですか、内田、はいはい、文香さんが結構 L2B を多分好きで、うん、あのその当時結構前です、10年前ぐらいかな、はい、インスタがまだそんなにこうメインじゃない時に、はいはい、インスタじゃないんだけどブログとインスタの間みたいな感じで、はいはい、ちょっとこう簡単に写真とコメント投稿、はいはい、できるみたいなサイトがあって、なんか内田さんがそれをやられてたんですよね。でその時によくこの L2B を着て、でここ結構まくって、はいはいはい、で下結構細めのブラックのデニムとかの履いて、うんはい、でここにシルバーのやつじゃらっとつけてっていうスタイルを結構内田さんがされていて、はいはいはい、すげえかっこよかったんですよ。 L2B かっこよと思って、なんか女性が着るミリタリーもってかっこいいじゃないですか、うん、それその後に L2B をね、2、3着買っていろいろやってみたんですけど、うん、ダメだったんですよ。っていうのは M サイズを買って、ジャストサイズと思って M サイズを買ってきたら、うん、あの丈短くてここのゴムが結構きつくて、うん、バツッとなって、はいはいはい、なんかね、どっちかっていうと内田さんの着方ってこうゆるっと、はい、グッて感じなんですけど、俺が着るとビタッてなって、うん、なんか違うなと思っていろいろ試行錯誤した結果、うん、ついこの間、これも結構先月買ったばっかりなんですけど、うん、サントラップさんかな、高円寺のお店で、うん、X ラージだったんですけど、いや、俺ぐらいの体型の人とかが着るんだったら、うん、X ラージが間違いないよって言われて、うん、なるほどと、俺もしかして俺が探してたあの憧れって X ラージだったんじゃないのって思ったんですよ。だから物は見つけてたけど、はいはい、ベストなサイズ感をずっと見つけれてなかっただけで、 L2B は確かにね、そう、高校天野くんの、まあジャケットに対して、はい、ジャケットでやっぱこちらにまた、ね、また雰囲気がいいのが、あーすごい、じゃあこれですね、これが、はい、何かというと、はい、実はあの1本目前半の動画でショコラさんと動画の方でちょっと僕のルーツを語らせてもらったんですけど、まあ僕の会社がもともとフリー&イージーという伝説の雑誌を作ってる会社でして、まあ入社したらそのめちゃくちゃかっこいい先輩方がそのフリー&イージーで企画した洋服とかを着てたりとかするんですよ。でその時入社1年目でそのフリー&イージーがオリジナルスカジャン雑誌の企画として作ってて、何これめちゃくちゃかっこいいじゃんと思って、あの東洋テーラーさんとコラボで作ってて、はいはいはい、それで東洋ですね、はい、別鎮ですね、別鎮で、はい、で一応リバーシブルになってて、はいはいはい、両サイドで着れるようになってるっていう。でも当時めちゃくちゃ欲しかったんだけど、はい、15万ぐらいだったかな、僕の給料ではまだ買えなかったんですよ。憧れで終わってたんですけど、はい、10年ぐらい経った時かな、うん、あの会社の先輩がその仕事を辞めますと、うん、うちの会社を辞めますっていう時に、はいはい、お前がこれ憧れてたやつやるよって最後、うん、置き土産にくれて、はい、それでちょっとそこから大切に使ってるんですよ。 その時に買ったの、買ったやつを、はい、作りもね、東洋さんなら間違いないですもんね、はい、そうなんですよ。でも当時、うん、雑誌の企画でここまで
しっかり作り込むってなかなかすごいなとは思いましたね。でフリー&イージーって雑誌なんで、まあ、それが日本語で自由気ままめっちゃ大事な宝物ですね。福バカライオット。じゃあラスト3本目いきますか。3つ目、はい、3つ目はですね、はい、またしてもミリタリー、まあミリタリー好きなんですよねやっぱり、うん、こう自分の好きなもの掘っていくとやっぱ、はいはいはい、デニム、ミリタリー、ワークなんかこの辺りかなっていう、ね、ミリタリーはやっぱもう間違いないですよね、はい、何がいいってやっぱり機能美に溢れてるというか、はい、いや本当そうですね。なんか無駄がないじゃないですか。だって兵士にここに無駄なチェーンついてますって言って何のためってなるし、確かに邪魔でしょってなるからもう極力こう省くじゃないですか。でいっぱい作んなきゃいけないからお金もかかるし、国のお金をね無駄な装飾に使えないですからそうそうってなっていくし、うん、やっぱプロトタイプからどん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 何度もこうね重ね上げていくじゃないですか、うん、無駄のないプラスマイナス本当にもう完璧だなというジャケットが出来上がるんだなと思って、うん、思ったのが、一番最初に思ったのがこの M65 そうですよ、ね、フィールドジャケット。ごちそうさまですね。これをね、初めて着た時にこんな完璧なジャケットあるんだって思いましたね、はいはいはい、本当にこの人からこれいいよとかこれ最高だよって言われるんじゃなくて自分で着てあこれ最高だあ最これがもう最高なんだなって気づいた瞬間ってやっぱ強いっていうか、はいはい、もう自分の中にこうちゃんと残るっていうか、うん、もう俺が思ったんだから間違いないなっていうそれをね感じさせてくれる服そんな多くないと思うんですけど、はい、これはもう本当にそう思わせてくれる服ですね。しかもこれ、はい、M65 のファーストタイプのやつで、はい、ここにエポレットがないタイプですよね。あ、はい、ね本当だ本当だ、はい、そうか本当65年、はいとかから1年とかだったかなぐらいしか多分作られてない本当に初期の初期でいろいろ違いはあるみたいなんですけどね。この裏の感じとかなんかこれはでも本当に好きで、あのファースト以外にもそのセカンド次のやつとかあとアルミジップのやつとかまあ金のジップとかあと迷彩柄が入ってたりとかもう本当にありとあらゆる M65 を引きましたっていうのも M65 って安かったじゃないですか。本当に俺5000円とかで買えたりとかする時代だったんでやっぱいろいろ試すにはいいなって自分でワッペンつけたりもしたり、はい、ペイントしたりもしたりとかにすごく向いてたんでこの M65 は本当にいろんなものを買ってでもなんか結局そんなに10着あってもね着きれないじゃないですか他のねジャケットもあるしだからもうどん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 こう自分で、本当に気に入ったものでたらもう最終的に残ったのがこのファーストモデルの M65 にしましたね、はい、いやーいいっすねミリタリーってやっぱ本当にもう無駄がないそうっすね最高ですよね。なるほどこんな感じです。いやじゃあ最後のそうっすね最後でも、はい若干かぶってるかもしれないです、はい僕の3本目は本当にちょっと、ほらあらっと、色もはい、ちょっと今、びっくりしましたね、はい、でも、ちょっと見てください、はい、これこんなほうミリタリーかと思いきやっていう、はいはいはい、フィッシングっぽいそうなんですこの感じ、この釣り、いろいろ入れる感じおっしゃる通り、フィッシングジャケットですねミリタリーもともとやっぱ好きで、はいはいはい、こういう色、はいはいはい、もちろん大好きなんですけど、はいはい、っていう時にでもこのフィッシングジャケットのこの色で異様にポケットまみれっていう、はいはいはい、この感じにもう一目惚れして買っちゃいましたね。いや俺なんかやっぱ釣り系だとちょっとブラウンっぽいイメージがあるじゃないですか、うんはいはいはい、こんな色もあるんですね。まあそれあるだろうけどそうですねこの色でこのポケットのデザインがまあやっぱフィッシングだからポケット多いものが多いですけど、はいはいですね、でも中でもこれはめちゃくちゃ多いっすね、うん、なんか多いっす、はい、ちょっと4つありますもんね。めっちゃあるんですよ。なんならこれ背中も、はい、あります。背中もあるしこれ釣ったやつ入れるやつですか。ここにこれも何かをつける。そうなんですよなんかギミックがすごいっすね。めちゃくちゃ多機能なんですよね。ちなみに山田君自体は釣りはやんないファッションとして全然やんないんですけどファッションとしてのでここも実は、はい、あのここにもジップがあってベストになります。なるほど、はい、ベストにして着ることもできるし、はい、まああとここにフードも収納されてるっていう。なるほど、ね、M65 っぽいですね。めちゃくちゃいっぱい
いろんなものがあの詰まってて、はい、情報量がすごい多いんですよ。まあ、釣りのレジェンドでボブチャージさんって人がいるんですよ。その人が出してるオリジナルのブランドで、なるほど、めちゃめちゃマニアックなブランドなんですなるほど。でも本当にかつて釣りやってる人がここにこういうのあったらいいよねを多分追求して、本当に機能美あふれるタンを作ったんですよね、はい、きっとね。だから結構玉数もめちゃくちゃ少なくて、なるほど、これ古着屋で見つけたんですか。古着屋で見つけました、身幅がやっぱフィッシングの特徴として身幅が広い。確かに確かに。なんだけ、はい、フィッシングって、うん、やっぱり今っぽいシルエットで着れると思ってて、うん、はい、だからこそ今やっぱ古着にここさ最近でフィッシングのジャケットを置いてる店すごい増えました。あ、そうなんですね。増えて増えてる。あとやっぱ現行の服でも、はい、あのダイワピアっていうブランドがあるんですよ。もともとそこも釣りメーカーなんですよ。あ、そうなんですね。そのダイワさん の、はい、あのブランドの服がもうめちゃくちゃ今バズってるというか、そう売れてて、まあ、今フィッシングの流れがこれだけ来てる中で、はいはい、本当にかっこいいフィッシングの古着を探そうと思って、なるほど、これを見つけました。いいですね。まあ今三本勝負やりましたけれども、はいはいはい、まだまだいっぱい話したことは全然ありますよね。全然ありますね、まだまだ。はい、まあ良ければまた今後もね、はい、コラボとかできたら。こちらこそですよ。こちらこそですよ。嬉しいですし、本当にバンバンやっていきたいです。はい、まあ、せっかく下北に来たから、この後ね、2人で買い物に行こうなんて思ったりしてますけど、早速ちょっと下北を満喫してね、今日は行こうかなと思ってます。はい、本当に。あの前半の動画はあのショコラファッションチャンネルさんで、はい、あの撮ってます。はい、まあ、そこでもいろんな古着を、はい、あの熱く語り合ってるので、そうですね、よかったらぜひ見てください。よかったらそちらも見てみてください。はいはい、リンクは概要欄に載せておきます。はい、はい、ありがとうございます。まあ、この動画が良ければあのいいねボタンとあのチャンネル登録まだの方はぜひしていただけたら嬉しいです。はい、じゃあまた、はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。